今日は YouTube スペースで撮影だから、途中でロールケーキ食べたいから、だからこれ冷蔵庫で冷やそう。オープン。これで OK。 ひみちゃん後で食べようね。うん、楽しみ。みなさんごきげんよう。今日は YouTube スペース東京に撮影に来ているよ。はい。撮影の前にまずはお弁当を食べます。はい、はい、お腹減ったね。うん、それではいただきます。しましょう。はい、はい、せーの、いただきます。美味しそう。わかんのお箸えなかった。だからスプーンで食べるよ。はい。僕はハンバーグ弁当。ひめちゃんは焼肉弁当だよ。おー、美味しそう。ちょっとちょうだい。ダメ。僕もちょうだい。あのさ、パパゼリーだけでもいいからさ。ダメ。だってそっちだってついてるじゃん。パパ眠いから2個食べたいんだけど。ほー、パパはステーキ弁当だよ。はい、パパのお弁当にはゼリーが入ってるよ。はい、ピーチ味。ひめちゃんのお弁当にもゼリーが入ってるよ。ひめちゃんはリンゴ味。味が違うんだ。うん、あ、なんかソースついたよ。ひめちゃん、おうくん。何？パパね、リンゴ味のゼリー大好きなの知ってた？知らなかった。あ、そっか、食べよっかね。おうくん、ポテト食べたい？うん、ポテトちょうだい。はい、いいよ。先にあげておくね。うん、ここいいよ。いい？ひめちゃんのもあげるね。やった。じゃあ食べよう。はい。あー、美味しそう。うん、うん、いっぱい食べて元気もりもりになって撮影頑張るぞ。うん、あのお洋服は汚さないでね。うん、パパ汚しそう。はい。あ、呼ばれたんじゃない？今トントントンって言ったよ。うん、じゃあちょっとこのまま行こう。そうだね。うん、後でお弁当食べよう。はい、はい。じゃあ先ちょっと見てきてね。ひめちゃんとおうくんの出番が先だから、ちょっと行ってきて、ママも。パパはあともう少しだけ食べていくよ。はーい。あれ？あれ？人いないけど。うん、誰もいないよ。え、嘘。本当に。本当だ。うん、違う人が呼ばれたのかな。気のせいだったんじゃない。じゃあご飯食べよう。うん、よし、食べよう食べよう。あれ、もう戻ってきたの？何？気のせいだったみたい。人いなかった。あ、いなかったの？違う人が呼ばれたんだと思う。よし。うん、おいしい。ん？ん？あれ？うん、あれ、ひめちゃんのジリーえ、ない。うん、ないんだけど。うん、ちゃんのゼリー。あ、二つ持ってる。あれ、こんなところにリンゴのゼリーがあるよ。なんでだろう。パパが取ったんでしょ、ここから。バレちゃう、しょうがねえな。もう、パパのお弁当の中に姫ちゃんのアップルゼリーが。おー、何やってるの。しかもおかずのところに入ってるよ。バレないかと思ったのに。おー、もうダメだよ。ごめんなさい。あとはこれも没収ね。それも没収。うん、だってパパ取ったもん。ごめんね、ひめちゃん。ゼリー最後の楽しみなんだから。はい、そう、謝ってもあげないからね。はい。自分で買ってきてよ。そういえばさ、うん、さっきのトントントンってさ、うん、パパ、あ、言われたんじゃないってさ、嘘ついたよね。はい、それでさ、その隙に向こう行ってる間に、はい、このゼリーを取ったでしょ。はい。もう、あなたメンターテイですか？はい、私はメンターテイ姫ちゃんです。推理されちゃった。しかも当たってるし、ね。事件の犯人はパパでした。はい、こんなことなら取るんじゃなかったよ。ゼリーなくなっちゃったからね。じゃあ食べよう。はい、あ、やっと食べれる。もうおかしいと思ったんだよね。うん。
こんな食べ始めたばっかりでさ、呼ばれるなんて。しっかり食べておきましょう。はい、はい。お、呼ばれたんじゃない？あ、時間的にもそうでしょ、今度こそ。じゃあ、お弁当に蓋をしていくよ。もうちょっと食べたい？大丈夫？大丈夫。うん、じゃあ、行きましょう。はい。よし、行こう行こう。うん、はい。あれ？人いないけど。あれ？いないんだけど。今呼ばれたよね。うん。トントントンってお願いしますって聞こえたよね。うん。もしかして、先、スタジオ行っちゃった？本当にいないの？うん。いないよ。すっごいシーンとしてるじゃん。はい。あれ、おかしいな。まだ呼ばれてないのか？じゃあ、戻ってご飯を食べておきましょう。はい、はい。ご飯、ご飯。うん、ご飯、ご飯。ふぅ。食べよう、食べよう。うん。下にはありません。あの、ゼリーの仕返しですか？違うよ。ゼリーの仕返しだったとしても、もうさ、ゼリーの仕返しこれ取ってるから。あ、そっか。こう取られてるされて、もう仕返し受けてるから、うん、もうこれ以上はないよってことだね。うん、しかも取られたのゼリーだけだから。あ、そうだね。うん、お弁当ごと取るわけないじゃん。しかもお弁当2つも食べれないよ。そうだね。うん、もう影も形もなくなってるよ。そのものがないよ。透明になってる？透明弁当？めっちゃ食べにくいじゃん。元から透明だったってことないよね。え、存在しないものをパパ食べてた？そうかも。え、このゼリーも？え、今お腹に入ってるの全部ないんじゃない？あ、だからか。全然お腹いっぱいになってないんだよね、パパ。え、だけど結構出てる気がするけど。いや、こんなもんだよ、全然。こうなってるじゃん。なんかちょっとプニッとするけど。どうだ。あ、硬い。じゃあいいや、ひめちゃん、おうくん、とりあえず食べてて。うん。で、パパ、見てくるからね。うん。また買ってくるのかと思った。違う。さっきさ、トントントンって聞こえたじゃん。うん。いたずら？パパがドアの前でこっちって見ておくから、その味食べてて。わかった。うん、いたずらなのかな、おーくん。はい、おーくん食べて。うん、いっぱい食べてね。うん、味は美味しいの？超美味しい。よかった、うん。その頃パパはじー、誰もいないよ、パパ。え、来た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 。え、こっちにもあるから。え、あ、びっくりした。あ、来たよ、おいで。はーい。ねえ、パパ違うんじゃない？え、ねえって、こっちから呼ばれてたんじゃないの、さっき。え、あ、そっち。こっちはないでしょ。え、でも開くんじゃん。ん、どう？誰もいない。はい、呼ばれたので行きます。はい。あ、引くんだった。はーい、行こう行こう。そして、姫ちゃんとオーくんとパパは撮影に行きました。オーくん、撮影、休憩に入ったよ。はい。お部屋に戻ってきたよ。はい。おやつ食べよっか。うん。ママね、お菓子買ってきてたんだ。あれ？このベンチに置いといたのに。本当？本当、どこ行った？わかんない。オーくん隠した？うん。嘘？違う、違う。パパ、姫ちゃん。お菓子食べよう。やった。おやつの時間。イエーイ。おやつ、おやつ、おやつ。あの、ママさ、YouTube スペースに来る前にコンビニでおやつ買ってたんだけど。どこ？なくなってるの。あれ、どこ？なんで？
なんかお菓子っぽいのあったね。持ってたね、ママ。持ってたよ。結構あったじゃん。うん。お菓子食べたいけど。うん。どこに置いてたの？そこ。え、ここ？うん。ここに置いていて、今撮影行って戻ってきたらないってこと？撮影っていうか、そこに置いて食べるよって言って、はい、なんかいろいろごそごそやってたらなくなって、さっきまであったってこと？そう。え、ママがどこかに置き忘れたんじゃないの？え、違う場所に置いたとかな。うん。え、持ち歩いちゃったかな、ママ。うん、ママだって。じゃあ YouTube のさ、マークがある方かも。え、あっち行った？うん、行った。じゃあ見に行こう、みんなで。じゃあカーテンの中は黒いの？カーテンの中はないでしょ。そこ入ってないと思うけど。じゃあママが行ったところ、みんなで探しに行きましょう。はいはい。 YouTube のマークのところへ来たよ。はい。入れられないでしょ、これは。どこ？こっち？再生ボタンポチッとな。ポチ。今日まだやってなかったからね、ポチッと。ポチッと始まり。え、こっちかな？こっち？ない。ない？こっち見てみよう。ね、こっちは入ってないよね。入ってないよ。じゃあ、行かないでおこう。ビニール袋に入ってなかった？そう。結構いっぱい。そのビニール袋の中に4個か5個ぐらい入れてたと思う。そうだよね。わかった。はい、何？はい、一回、オークセイトを行け。どここの石だな。え、まだ隠してるから、なんかカーテン、カーテンの中にあるの？え、うん、え？え、あ、あ、あ、え、なんでこんなところにあるの？知らない。僕知らない。ママも知らないからね。なんで？そんなところ置いてないもん。一回中身を全部出してみよう、確認しよう。わー、懐かしいや。え、合ってる？これで。ポテトチップス一つと、はい、おせんべい一つと、あとチョコレートのお菓子一つと、はい、あとは駄菓子みたいなイカみたいなの一つと、あとママの大好きな揚げぎんなん。そう、ぎんなぎんな。全部入ってた？うん、5個あるね。大丈夫だ。早く食べたい。さだらまどろー。気を取り直しておやつタイムスタート。スタート。誰食べる？銀杏は食べないでよ。これにしよう。なんでカーテンの中？これと、これ。こっちが。え、え、これ？はい、食べてくださいね。はい。美味しいね。うん。これ見て、こう景色を見ながら食べるのもいいよ。すごく、めっちゃ景色。うん。だけど、ちょっと明けて曇り。そうだね。今日から見るよ。うん、おやつ食べて元気回復だ。はい、無理。あとね、そうそうそう、毎回撮影終わったらその後に食べるように、なんとロールケーキも買ってあるからね。そう、いいね。生クリームたっぷりだった。うん、パパ、ママもさ、お菓子食べたいからさ、ママの銀杏取って。ああ、銀杏これ持ってた。あれ？あれ？え？ポテトチップスでしょ、これ。銀杏ないぞ。え？パパの下とか後ろとか。いや、ない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 。さっきあったじゃん。あったよ、さっき。あれ？え？ないんだけど。パパ、さっき袋に入れてくれたじゃん。あったよ、この。うん、確かに。入ってたんだけど、ない、今見たら。なんで？え、なんで？来た道に落とした。じゃあちょっとパパ見てくる。うん、ここにいて。ではちょっと見てきます。落ちてないよ、落ちてないよ。やっぱりおかしい。ゆめちゃん、ママの大好きな銀杏がなくなってる。ないない。さっきあったんですよ。なんでだろう、小人か。今日ママこれ一緒食べよう。うん、まあいいか、ママおせんべいも好きだし。どう、ママ美味しい？おいしい、ありがとうね、ひめちゃん。いいんだよ。パパも食べてよ。食べてるよ。あと3分ぐらいだからね、休憩。はい。はい、そろそろ時間ですよ。はい。はい。はい。じゃあ行こう。はい。撮影行ってきます。じゃあここに置いておくからね。うん、ここ。
では、行ってきます。じゃあな。はーい、はいはいはい、休憩です。はい、休憩ですよ。ケーキがあるんだっけ。待ちに待ったロールケーキー。じゃあ姫ちゃん、ロールケーキ取りに行こう。行けた、行けた、パパ行けた。そうだね、冷蔵庫にしまってあるんだよ。はい、大丈夫。大丈夫、しっかり冷えてるかな。よし、ロールケーキ、ロールケーキ。あれ、どうしたの。ロールケーキがない。え、どこにしまったの。ここ、こっちじゃない。ないけど、入れるとこ見たよね、ママ。見た。とりあえずお部屋戻りましょう。うん、え、僕、ロールケーキない。え、僕知らないよ。何じゃ隠すか。パパ食べるよ。え、僕早く食べよう。ねえ、パパ、ロールケーキがない。で、冷蔵庫に冷やしておいたのに、ない。え、ないの。うん、本当、どういうこと。せっかく楽しみにしてたのに。どこかに置いたんじゃないの。冷蔵庫入れたよ。冷蔵庫に入れた。うん、でも他にもさ、スタジオ今日借りてるじゃん。うん、その辺置いてあるかな。そう、じゃあみんなで探しに行こう。置き忘れたんじゃない、どこかに。こちら、メイクルーム。はい、この中を探すよ。マネキンね。黒いよ。あれ、あれ、ちょ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 っと待って、ちょっと待って、ちょっとこっちこっちこっち。あれ、これはこれ何。弁当の殻。パパの食べかけの弁当の空き箱。え、そういう風だったっけ。うん、パパのそれだよ。これパパが食べてたやつじゃない。うん、その形、その色。うん、これはパパが食べてた弁当だ。に、匂いで分かった。はい、ステーキ弁当の匂いがするぞ。なんでこんなとこあるの。あ、うん、あれじゃない、アナキンじゃない。あ、うん、お、お、食べた、マネキンが。すごい綺麗になってるじゃん、ケース。はい、うん、パパの弁当だったのに。マネキンに食べられた。それはないでしょ。マネキンが食べるわけないよ。黒と黒で一緒の色だし、なんか共通点がありそうじゃない。そういうこと。さっきもさ、銀杏がさ、なくなったり。あ、ママのお菓子。え、じゃあこれさ、パパがさ、食べかけのお弁当ここから出てきたってこと。そう、ここにあったよね。なんでこんなところにあるの。発見じゃん。いや、発見って言っても中身ないし、パパ半分ぐらいしか食べてないんだけど。あの、あれで食べましたか。え、ちょっと出ますの。今、ひめちゃんの声だったじゃん。違う違う。ということは、この部屋の中にあるんじゃないか。ロールケーキ。うん、ロールケーキ。マネキンが怪しいぞ。うん、マネキン周辺をくまなく探してください。はい、ロールケーキ。ロールケーキ、お、ない、なーい。テレビの裏、なーい。しっかり見てよ。ないよね。ない。なさそうなら別のスタジオ見に行ってみようか。はい、じゃあ見に行ってみよう。スタジオ見に来たよ。涼しい、涼しい。すごいいいんだけど、ロールケーキは。うん、ママのだ。あ、これさっきなくなった銀なんじゃない。これママのお菓子だよね。うん、え、なんでこんなところにあるの。え、この部屋には持ってきてないはずだけど。けどよかったじゃんって。うん、よかった。え、ママ、はい、全部入ってるの。うん、入ってる。よかった。肌に離さず持っておいて。うん、分かった。銀杏があったということは、この部屋の中にロールケーキあるんじゃない？早く探して探して。くまなく探してください。はい、ロールケーキ、ロールケーキ。ロールケーキの箱って何色だったっけ、姫ちゃん。黒？黒か茶色っぽい濃い色だったから黒。
ん？セグウェイ？違うでしょ。いいね、これセグウェイだったらすごい安定しそう。ひめちゃん、え、ひめちゃん、ひめちゃん、あれ、ひめちゃんがいない。え、どこ行った？いない。いや、いないんだけど、見て。え、ほら、ひめちゃん、奥まで行ってみて。え、どこいたの？あれ、いないぞ。いないよね、パパ。はい、ここいるよ。パパいる。はい、このカーテンの中探してたよ。じゃあ、ちょっとオープンしましょうか。せーの、オープン。あ、黄色いのが見えるよ。これは、え、このカーテンの奥、魔法の国につながってるんじゃないの？それはないでしょ、これ姫ちゃんじゃん。あ、姫ちゃんか。あ、待って待って、姫ちゃん、オープン。え、何？せーの、オープン。遊んでいる場合じゃない。出てきた。じゃ、なかったの？なかった。ロールケーキちゃん、レコーディングスタジオ探してみましょう。はい。なんか暗いよ。暗いね。え、電気は？暗くて黒いよ、うん、ほら、暗くて黒いね、うん、真っ黒。黒い箱もあるしね、黒い椅子、ほら、うん、機材、黒い箱、うん、黒い機材と、ほら、黒い箱と、ほら、これ黒い椅子、あ、全部黒い。え、何これって、まさかロールケーキの箱かも。暗くて全然わかんないよ。ママ電気をつけるんだ。はい、銀杏持ってるから。銀杏なんかするんだ。ダメだよ、ママ。そうだよね。じゃあライトオンするよ。あれ、どこいた？ライトオン。はい、どう？ん、あー、これはロールケーキの箱だ。やった、見つけた。じゃあこれ明るいところへ持って行って中身を見てみよう。早く、早く食べ。ここで開けても中身なくても分かんないからね。え、何その発言、中身が入ってないみたいなこと言うじゃん。何その顔は。食べた？ん？なんでもないよ。よし、行こう行こう。移動だ、移動だ。なんか変だったね、今の顔。うん、ではオープンして中身を見よう。はい、はい、せーの、オープン。どう？入ってる？入ってる。よかった、入ってた、うん、美味しそう。じゃあパパ、ナイフもつけてもらってるから、プラスチックのね、うん、はい、それでカットして、うん、やっぱり入ってたね。やっぱり、うん、なんでもないよ。なんかさっきからパパ変だね。うん、そんなことないよ。変な顔したり、うん、やっぱり入ってたとか言ったり。あ、美味しそう、美味しそう、はい、わー、大きいよ、はい、クリームたっぷりだ。イエーイ。ロールケーキ好きな人、はい。みんな好きね。うん、結局さ、今日不思議なことが起こったんだけど、うん、ママのおやつの銀杏は戻ってきて、ロールケーキもあったし、結局なくなったのはパパの食べかけのお弁当だけ。箱はあったんだけど、中身が。あと最初にパパが、はい、姫ちゃんのゼリーを取ったね。そう。バッチが当たった。そう。あとその後、ピーチとリンゴは全部食べたから。そう。パパ、ゼリー食べてません。ね、自分で買ってきなさい。美味しかった、パパのゼリー。もう外は夜かな？夕方？あれ閉めてたっけ？自動で閉まる？時間帯になると。いや、それはないと思う。うん、ないと思う。あ、これ、もう。よいしょ、出るよ、せーの、よいしょ、うん、パパ、めっちゃ上手じゃん。あ、綺麗、うまいじゃん。パパがカットしてくれたよ。おいしそう、これねー、クリーム入ってる。スカッキークリーム舐めます。うん、舐めちゃおう。ゆめちゃん、これ、うん、待ちきれないね。あ、オープンさ、これちょっと貸してくれる？いい？そう。ああ、なるほど。あ、はい、感謝するよ。あれ、またトントン行ってるんだけど。今行ったよね。行った。行っちゃダメだ。行かない、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 撮影しない、しない。え、だけど本当にさ、はい、あの撮影する、うん、行かない、行かない、って人来てたら、うん、行かない、行かない、撮影しない、しない、食べてから。食べてから。うん、クリーム美味しいよ。わー、
すごいふわふわじゃんこれ。ほんと？うん。じゃあいただきましょう。はい、ちょっと待ってよ。やばいんじゃない？おいしょ。おう、クリームが落ちた。せーの、いただきます。あ、ママの取り分けてない。いやいや、ママ後でそれ丸ごともらっちゃおうかな。ママ後で、取る？あ、後で取るね。先にどうぞ、お三人。おいしい。この黄色いのスポンジ？うん、ふわ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 しっとり、クリームもめちゃくちゃおいしい。うん、やっぱり入っててよかった。ラールケーキはさ、1本買ったらさ、みんなで分けて食べれるからいいね。うん、しかも食べたい量だけ食べれるからね。そうだね、うん、本当にママこれ全部食べてしまいそう。確かに、まあ、ロールケーキとかケーキ好きやもんね。どう、冷えてる？うん、うん、冷えてる。冷えてるってことは、冷えてる、冷蔵庫にさっきまで入ってたってこと？そう。で、食べたいよ。私たちが休憩ですって言って食べようって言った時になかった。どういうこと？うわこれ美味しい、うん、超しっとり。え、この中の誰かが嘘ついてる？あ、わゼリーから始まり、お弁当、銀杏、ロールケーキ、中にいるかも。いるかもしれないよ。よく顔見て、今パパだけ。ん？なんか顔違ったよ。ん？ん？みんな、あ、ロールケーキ。あー、怪しいのは誰だと思う？パパ。私。コメント欄から教えてね。教えてね、教えてね。私を信じて、みんな。パパを信じて。視聴者のみんなが名推理してくれて犯人見つけてくれるかも。もしかしたら画面に見えてないもの映ってるかもしれないし、今回はみんなに推理してもらおう。うん、みんなに任せよう。みんなで力合いしよう。そうだね。うん、実はママが怪しかったりもするかもしれないし、しないかもしれないよ。それか、ぼっくんかも。え、違う違う。それか、この4人じゃないかも。他の人？クイト？人じゃないかも。クイト？あー、妖精？誰なんでしょうか。かー、じゃあママこれ取り分けてあげるね。ありがとう。あとは YouTube スペースには、え、今日再生ボタンがありますしね。え、再生ボタンが生きている。え、どんな動きをするの？ちょこちょこっと動く。変わった、時を止める。はぁ、こっち再生じゃん、もう一回押すと止まるじゃん。うん、で、パパたちがこう止まってる時にさささささって撮った。え、じゃあまたポチッと押して、え、動く。そう、だからパパたち目開いててもいきなり目の前でなくなったりする、うん、があるってことじゃない？再生ボタンは時を止めることができるのかも、ね、ザ・ワールドかスタープラチナか。みんな何か分かったことがあったら名推理して教えてね。教えてね。今日は YouTube スペース東京で撮影をしたよ。はい、はい、撮影の前や途中におやつを食べたりお弁当を食べたりしました。はい、グルケーキ美味しい。うん、あーくんどこだ？おーくんはどこにいるかな？